はい、僕取ります。いやいや、僕取ります。取りますよ。もうせっかくですね。これも一度から作ってるからもうせっかくだから。すみません。じゃあ出てくる。まあそういうボケすると思ったけど。いや取ります。取ります。お手手が本当に申し訳ない。どうですか、香りもどうですか。ああ、いいですね。いい香りします。はい。味見お願いしますよ。いいですか。お願いします。じゃあいただきやん。最近はなんかあのお酒だったことないですね。なんかガムテン落ちましたけど、すいません。何何何何隠されてる。うん、マジうまい。いきます。はい、よかった。うんうん、いけますね。いけますか。なんか今日おかしいと思いませんか。なんかいつもと違うと思いません。何ですかね、ここ。これ何をしてるんですか、今。いつもと違う気がしませんか、言ってください。でも、チーこの間、どこ行ってたの。はい、はい、下手くそですよ。なれないですよ、これ。僕が言ってましたよね。いなかったですよね。いなかったですか。いなかったじゃないですか、何日間か。おかしいなぁ。何して、どこに何しに行ってきたんですか、一体。ケンマスクッキングさんに行ってきました。あら、お店に、ケンマスクッキングさんのお店に行ってきましたよ。会ってきたんですか。会ってきました。いやぁ、いいなぁ。憧れの料理系 YouTuber。ずっと見てますよね。見て、本当に。いや、見て、毎日必ず見てるじゃないですか。毎日楽しいんですから。毎日楽しいですよ。毎日楽しいですよ。お願いしますよ、この男。してない、してない、してない。いや、普通に食事ですか。なんで行くことになったんですか、その子も。なんかアポ取ってたんですか。いや、全く取ってないです。いきなり行ったんですか。はい。なんか、美味しいラーメン食べてきました。混んでますよ、ね。激混みでした。激混みでした。あただ、ケンマさんのママが、めちゃめちゃなんか話しかけてくれて。ママって奥さん。奥様。へぇ、奥様の話が超面白くて。何人ぐらいでやってるんですか。3人とかの、まあ、割と小さなコンパクトな店で。ラーメン屋さんの、ラーメンとおかゆの。おかゆ。へぇ。なんか、何ですか、ガッチャン。ガッチャンめちゃめちゃうまい。ガッチャン、しかもすごい安く食べれますよね。値段いくらだったっけ。全国でいや、なんか調べたら本当すっげえ安かったはずですが、ちゃんと瓶ビール最強よ。いや羨ましいな。羨ましいな。ぜひ今度は一覧さん、いや本当連れてってください。いやそれで、ね、意外になんか喜んでくれたのよ。帰り際にちょっとご挨拶だけと思って、いや実はあの中華一筋っていう YouTube やってるんですみたいな、前になんか一回コメントで、あ、なんかやり取りしたことあったような気もする。いや一回なんかあのなんか あやかり動画一回、うどんのね、うどんのやつ一回やってて、その時ですか、そのコメントなんかやり取りして、覚えてないんだよね。でもあの動画もだいぶ前ですもんね。いやもう4年大昔のもう相当前よ。それちょっと皆さんちょっと知らなかったら見ていただきたいんですけど、その動画完全にパクったあやかると言ってパクってるって単なるパクリの
で、そしたら、なんか、超喜んでくれて、びっくりして。まあ、入った時は、入った時は気づかないですよね。いや、もちろん、もちろん。ですよね。その奥さんも、だから、中華に通じて思って、あ、全く全く普通のなんか、変なおっさん入ってきたな、みたいな。テンション高い横のおっさんみたいな感じで、多分相手してくれたんだと思うけど。どんなお客が入ってるんですか。うちのもだいぶテンション高い。もうすでに酔っ払ったから。だから、で、まあ、帰り出て、そう、帰りにちょっとご挨拶だけいいですかって言ったら、うん、まあ、ちょっと忙しいんで、みたいな話で、あ、じゃあ、結構ですって言ったら、あ、ちょっと待ってくれれば、って言うから、あ、すいません、まあ、いくらでも待ちます。あさっての、あさぐらいまで待ちますよ、みたいな。ちょっと後継して。もう何でもいけんなと思って。うん、そしたら、ケモさん、外に出てきて、はい、って言って、あ、実は中華一筋と申します、みたいな。うえうえ、いや、それはびっくりしますよね。そりゃびっくりするのと嬉しいのとで、そうかな。いや、いや、まあ、まあ遠いところ来てくれるのは分かっ、いや、案外近かったよ。土屋さん、まあ、まあ場所は言えないですけどね。そうなの。あ、まだ土屋さん何やってたっけ。まあ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 場所は。まあ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 、まあ、それはでも嬉しいんじゃないですか。そう、だっていきなりだって逆の立場って嬉しくないですか。そうだね。その帰り際に、最初じゃなくて帰り際っていうのもなんか嬉しかったかもしれないですね。ずっとなんかやっぱり分かって、最初じゃあもうほら気使うじゃないですか。ですよね、ですよね、うん、帰り際ちょっとまあご挨拶、うん、ご挨拶だけっていうので、どんな感じの人ですか。いやーもうまんま動画のまんま、動画の、まんま、ちょっとそこ会ってみたかったら、うん、会いたいな。そうそうそう、でちょっと思ったのよ、その時に、うん、あれ、これなんかこういう風な感じで、そっか、リアルに会うとやっぱ人って喜ぶよね、みたいな、うん、なので、なんかほらいつもコメントくれる方とかいるじゃん。そうですね、あ、はい、やり取りしてる方とか結構いるでしょ、はい、うちらも長くやらせてもらうと、はいはいはい、そういう方にもちょっと会ってみたいな。あ、確かに、ね、会ってみたいです、ね。で俺ツイッターでこうやり取りしてる方とかもいるわけよ、はい、結構、はいはいはい、で、あ、こういう人たちともなんか会ってみたいな。あ、確かにちょっと会ってみたいですよ ね。ちょっと一緒に飲んでみたいな。この場にこうやって何人か行ったら、まあちょっと面白いのかなと思って。めちゃくちゃ面白いんじゃないですか、それね。うん、こんなことなかなかできないですしね。そしてで、お酒飲めたらなおさらいいよね。なおさらいいですね。なおさらいいですね。それ、ね、それはちょっとぜひぜひ。なのでちょっとなんかオフ会とかどうかなと思った、その時。オフ会、オフ会の定義わかんないからさ。わかんないけど、わかんないけど、なんかみんな、いや、名前は聞いたことあります、オフ会っていう名前、ね、したらなんかさ、例えば、いついつどこどこで、まあ、やりますよ。あ、そっか、うちら経験ないから。でも誰か仕切ってくれるのいいよね。もうあの、その人についていきたいですね。仕切ってくれる、誰か仕切ってくれる人いたら、まあ、こちらまで。じゃあその人と仕切ってくれる人のチーフがこちらまで聞けるかぶせないで遮っちゃう。その人とチーフが、まあ、ちょっとやり取りして、仕切ったから。石田さんじゃない。いやいや、僕それ、いや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 、え、できないよ。いや、いやじゃなくて、できないよ。できないよじゃないですか。それはいいですね、仕切ってくれる人が。わかんないですもん、だって。わかんないですもんね。どうやってやったら。いや、わかんないですよ。それ、やらせようとするときは、敬語になるのやめてください。じゃあ、なんか、どうですかね。じゃあ、もし、コメント欄でしたら、あ、もう一回。ああ、でも、ぜひぜひそれは、ちょっと、一度経験してみたいですね、オフ会っていう。まあ、どんなのかわかんないですけど。いやー。まあ、飲み会じゃないですか。なんか、いろいろとやってる人いますよね。いろんな、うん、いろんなオフ会があるってことですよね。そうなの。なんかの動画で見たら、なんか、例えば飲食店とか自分の店に呼んで、ちょっと料理振る舞って、みんなでご飯食べましょうみたいなのもオフ会なのかなと思う。あー、それはないな。一番ないやつです。で、やってる人もいたっていう。なるほど。どこかで。仕切ってくれる人がいると、まあ、場所もね、はい、そうですね、そこからですよね。山口県
行ったことないの。行ったことあります？下関でオフ会どうかな。いいな、行ったことないところに行ってみる。フグ食べながら最高だな、オフ会。ちょっとそれ一度経験してみたいですね。だからじゃあどんなもんなのかわかんないけど、どんな感じなんですかね。いやわかんないけど、あのあれだよ、あのさ、やっぱりちょっと還元したいのよ、気持ち的には。還元、うん、あのいつもありがとうございますの気持ちを伝えたいわけよ。あ、そうですね。そうなのよ、はい。でうちはこういうこともしてないじゃん。これも研磨さん見て、あの研磨さん、そういえばどういう最近どういうふうにやってるのかなって見たら、なんかサブチャンネルで雑談とかしてるわけ、うん、よくあるように後ろにこう書籍を並べて、はいはい、何もないんだけど違う部屋で撮ってる。でもなんかちょっとこう話すこういうのも、うん、まあその視聴回数うんぬんじゃなく、たまにはいいのかなと思ってね。はいはい、こういうのも喜んでくれるお客、あの視聴者の方もいんの？いるんですか、伊沢さん？全然見られなかった。いや見られない。それでいいね。うんぬん。そういうのじゃない。そういうのじゃない。そこじゃないです。そうじゃないですね。はい。いや、いると思いますよ、このもう。なので、まあその、なんていうか、例えばさ、一山さんが普段愛用しているお玉をビンゴで差し上げるとか。ああ、ビンゴ大会ですか。ビンゴ大会、一山グッズのビンゴ大会。それなんかいろいろとありますよね、グッズは。グッズ死ぬほどあるよ。いっぱいありますよ、チームのグッズしかないから。グッズだらけ、グッズだらけよ。売ってないグッズが山ほどあります。グッズ、そんなグッズのほうがないか。まあでもビンゴ、あ、そう、そういうゲームとかもいいな、確かに、ね、ビンゴ、ビンゴ、うん、ちょっと還元はし、いい、そうし、皆さんのおかげですからね、本当に。そうだよ、もう、二代目葵ちゃんのハグ券。いや、大丈夫ですよ、いないところで言ってますよ。葵ちゃんも案外喜ぶかもしれない。自分からちょっと言ってマネウカからのビンタ券。マネウカからビンタもらえる。それは殺到しますよ、応募が。それは殺到するな。殺到するね。どういうキャラなんだ、マリア。まあ、そういう感じで、うん、まあ、どうかなと思って。いや、いいと思います、それは、はい。皆さんのご意見をちょっと聞かせていただけると、コメント欄で。ちょっと意見を聞きたいですね。ね、はい、そんなもん言わねえよ、お前、一度で。じゃあお前めんどくせえんだよ。いや、何をしてそう思われてるんですか。あのちゃん、作ったちゃんがうまくなかったんだろうね、みたいな。全然手が進んでないよね。やだな。まあちょっとコメントで、じゃあ、その希望するのかですよね。そういう、やってほしいの。僕に仕切らせてください、みたいなのがあるかもしれない。それを殺到したらすごくないですか。僕、俺やりたい、私やりたいみたいな。私は、どうぞ。コメント欄でそれやってまいります。コメント欄でやる。コメント欄でさ。コメント欄でどうぞって話してるんだよ。ちょっと過去のコメントでも見て、たまになんか、やりますか。そうですね。ちょっとやってみます。一度もやったことない。一度もやったことない。一度もやったことない。コメントは毎回必ず見させてもらってるんですけどね。じゃあ、伊沢さん。ここで Q&A コーナーの見ます。怖い、いきなりどうしたんですか。いや、これもコメントに、ああ、これね、これコメントの質問に一鍋が答える。いや、僕がっすか。イエーイ。自由ありますか。どこです、何にしますか。どの適当に。どれ結構なめたけがオーバーキルしてて大丈夫かと思ったら美味しいという一鍋マジックが垣間見れる動画。ああ、ありがとうございます。なるほど。美味しかったですね、あれ。美味しかったね。美味しかったですね。うん。金欠生まれ3日、麦茶しか飲んでいないので目の毒です。大丈夫かも。大丈夫かも。早く麦茶出してほしい。ノブ、おい、1500円じゃ。ノブからコメントが来てた。ノブからコメント来たよ。なんか質問ありますか。質問ない。
質問はないですよね。質問ないよね。聞こ確かに聞かれないか。そういうチャンネル。そういうチャンネルじゃなかったか。これ確かに。どうやって作るんですかみたいなコメントはないんですよ、ね。あれとあれ入れたらどういう効果がありますかとかね。確かに、うちらじゃないもん。チーフにはパイナップルラーメンを食べさせましょう。今から勉強してきていいですか、パイナップルラーメン。食わされんのかい。なんでこの人がこれでそう思う、なんでパイナップルラーメンだったんだろう。何の動画ですか。チーフにはパイナップルラーメンを食べさせましょう。ガリ、そのガリのチャーハンの時になんでこのコメントをしてきたんだろう、この人は。で、ここに AI 出てパイナップルラーメンはダメです。パイナップルラーメンはダメですって編集しましょう。なんでダメなんだろう。 AI はダメ。とりあえず編集しとくわ。パイナップルラーメンをなんで食べさせようと思ったんだろう。そしてなんで、そしてなんでダメなの。パイナップルラーメンダメなら作らないですよ、したら。缶のケチャップがあるはずなのになぜチューブを使っているのだろう。やはり映えを意識しているのだろうか。この時いいですか、僕答えて。うん、このケチャップすごい 安く買えた。スーパーで売ったら、あ、今タイムケチャップ値上がりしてて、価格の問題ですか。価格でこの時は本当そうなんです、ね、なるほどなるほど。あ、それはちょっと分かんないかもね。あの、そうですね、うん、まあ大体映え意識してるじゃん。サムネから入るからね。そうですね。そっから入る人ってあんまりいないのかな。やっぱり後からなのかな。そうだろうね。そうだね。うちらの動画はサムネありきだからね。なんせ。そうですね。そこに結構時間を選ぶのに、それもまた楽しいんだよな、その時間が。サムネが決まってればあと中身どうでもいい感じ。そんな。YouTuber いる？いや、いないんですかね。その YouTuber いたらオフ会したい。その話でだいぶ盛り上がりますね。サムネ、サムネに命かけてる YouTuber とオフ会。そもそもだって YouTuber の人とのさ、なんかやり取りがほぼないじゃん。そうですね。それこそその心大西さん、心大西さん、あと、え、心大西さん、心大西さん、もう一人大丈夫です。ちょっと待って、室崎さんも1回だけですよね、あったの。そう、ね、2回か、1回だけか。あとは心大西さん。じゃあ4人。本当いないですよね、誰もいないですよ。いやだから皆さんは、だから料理系の人たちはなんか結構つながりの、なんかどうハブだからね。それはしょうがない。だいぶ省かれてるから、ね。まあ、そうだね。まあ、これでだからもう一人指が研磨さん。研磨さん。ね、2人 ?3 人室崎入れて3人。いや、室崎って。そうですね、本当にだからそういう関わりがないんですよね。関わり全然ないですね。なんかそのコメントとか TwitterDM とかでやり取りは何回かしたことはあるけどね、いろいろね、何人かね。でもそれでもそんな多くないですよね。あります。あと誰いましたっけ。あとはホルモン島田とか、そうそうそう、あのあれ京ヤバのつぶやさん。ああ、そうだそうだそうだ、ありましたね。くらいかな。それぐらいですよね。あと滝沢風。一番なんだ。あの人はの。これそんぐらいだよね。あとはそうですね、連絡取ってる人はいない。来た人いないですよね。聞いてないの。いないっすね。まあこんなとこっすかね。そうですね、質問に答えたかったですけど、ね、まさかの質問があんまりなかった。確かに質問、あ、いや、まあ、うん、次につなげて、次もなんかこういった雑談、もし今回どう思ったかな、うん、次はしたらこんな企画やってくださいみたいな。うちらあんまりこういう方になんかこう頭進まないからさ、ね、
なんかみんなやってることが、みんなそういうことやってるんだって。ええー。今更になってこれやるのだいぶ遅い。今更になってこれだけどね。すごい遅い。そうですね、なんかどんなことなんか聞きたいとかやってほしいとかっていうのをコメントで教えてほしいですね。なんかわかんないですよ。なんかどうやって、それに沿って、それに沿ってやっていくのが一番いいのか。まあ、顔も出てないしね。まあ、これ、需要あるのかな、これ。これ成立するのかな、結構そもそもこれ。まあ、それも、コメント欄で教えてもらって、成立してるのかどうかも。してません。してませんとか、してたよとか。じゃあ、あ、そっか。じゃあ今回成立してたかどうかと、オフ会やった方がいいか、やらない方がいいか、いらんよっていう人もいいし。あと、俺に仕切らせてから。それも欲しいですね。あと、まあ、雑談のなんかネタ。そうですね。なんか聞きたいこととか、やってほしいこととか、質問が等々あれば。等々あれば。今流行ってる。ボスのとろけるカフェオレビター飲んでどうですかみたいな。これ美味しいんですよ、これ美味しいの。そんなのちょっとコメントで欲しいですね。まあ、今回はちょっと、まあ、初めてということで。そうね、ちょっとどんなこと喋ったりとか。まあでも中華料理の有識者っていう感じでもないしな。何あるんだろうな。何もないな。何もなくない、だって。何もないです。何もないよね、だってね。何もないです、本当に。なんか中華料理でだって聞きたいことあったら、そのわきやさんに聞きたいじゃんね。いや、本当、僕たちじゃないのか。コモキンでもいいしね。コモダさんですよね、聞くなら。だから誰も今のところ聞いてない。聞いてない。そういうことか。聞いてない。多分、小田さんとか。お前らに聞いても、みたいな。バキハさんとかのコメント欄はいろんな。あっちいっぱい聞いてある、ハテナばっかりかもしれないですね。でも、ここには中華風の要素ありました？あった、ハテナ。その次、鍋でも多分分かってて聞いてますよね。鍋なんで、ああ、そうか、ナポリタンを鍋で作ってて鍋っていうことなの。中華風の要素ありました。いや、ないんだって。ああ、まあケチャップの缶じゃないのが結構みんな気になってたんだ。あ、やっぱりそういうなんかとこ気になるんですね。やっぱりみんなよく見てくれてるのに。なるほど、なるほど。まあ、これはいいよね。したら今回ここでまさかの安かった。赤い値段がついてました。チューブの方が安かった。安かったんです。お、中身全く同じものが、全く同じ、はい、チューブだったらちょっと安かった。そうです。めちゃめちゃケッチいからな。もう2円違ったら2円の方にもう命がけでいくからね。30分かけて自転車で行きます。そっかそっか、それはでも重要だよね。最近チューブのいただきやすのキレがないな。これ多いっすよ。もともとあったんですか。最初からないと思うんだけど、キレあったときがそもそもあった。どこと、キレってどこの部分にキレ、今はどこを見てキレがないって言われてるんですかね。確かに、やーんに力を入れたときはたまにあるよね。やーんに力を入れるときあるよね。喉の奥から出す、やーん。今ちょっとこう喉調子悪いは出ないけど、それが最近でもやっぱりみんな見てくれてるから分かるんですね。ああ、なるほど。ちょっと、そうね、キレ入れないとダメなんでしょうね。キレキレのが見れるかもしれない。キレの。ちょっとダメだな、本当に。確かにそのコメントは多いかもしれない。ちょっと反省ですね。ここ反省。反省します。鍋にダイブするバターたまらん。あ、好きだよね、みんなね。やっぱりバター。いや、でもこういうコメント来るから、この人調子乗ってバターばっかりバン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 。バター大好きですよね。バターとラードとか大好きやろ。何しまんねんと作ってもらうと、何しまんねんと依然として謎があんねん。いや、ともみたいな自分のとこ取ってるやん。確かに戸惑ってますよね。これはね、従業員を幸せにするというよりも、なぜサムネですか。素晴らしいサムネじゃないですか、これ。はい、いいサムネです。サムネのために従業員を戸惑わせているということです。そうですね。正解は、はい、そういうことですね。そうですね、はい、はい、サムネのために卵に麺を入れた。そうですね。
そういうサムネが欲しいから卵に焼いた麺を入れたと。何しまんのやと言われたとこ言われたところで、何しまんのやって何しまんの依然として謎でしょ。謎なのよ。謎ですよ。でもその謎解きはサムネにありますけど。ただそれだけ。確かに確かにそうなんです。普通じゃないから。いただいてんねん。でもだいぶ見てもらってるんですよ、あの動画は。視聴者さんに なかなかいい。そう、これね、結構見ていただいて。しかももうだってタイトルがこれはもう麺ではない。いや、で俺タイトルもいいんだよな、本当に。おもろくねえっすか。 This is no longer noodles。 見てほしい、みんなに。これ面白いっすよね。面白い。めちゃめちゃ、俺相当ここ考えるから、ね、めちゃめちゃ面白い。このタイトルに1時間ぐらいだって使うから。1日。いや、これはもう合ってましたね、このサムネとタイトルが。それが、ね、ガチャン合う時ありますよね。ああ、なんかこの俺もあのラードのサムガチャンガチャンこする時があるんですよ。あのちゃんはね、ガチャン味噌と塩やろ。ガチャコじゃないね。ああ、じゃねえ、そこ。ガチャコって言い直せた。何ガチャコして。味噌味と塩味なんだよ。味噌味食べたんだけどね。塩味もちょっと食べてみたいな。膨らましてよ。こんなとこかな。まあ、こんなとこっすかね。こんなとこで。はい。はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、また明日も見てくれるかな。言っていいですか。お願いします。いいと思う。やっぱもがもで口が開かったって今こんなことあるんだ。いいと思うで噛んでくれる。食べて食べて、じゃあいただきます。じゃあいただきます。